ハリハラ一世は、南インドのビジャヤ・ナガル王国、サンガマ・アサの君主。ハリハラ、ハッカの名でも知られる。ハリハラとその弟・ブッカは、デカンのカーカティーヤ・アサあるいは南インドのホイサラ・アサの、家臣だった。1323年、デリーするターン・アサのトゥグルク町の軍勢が領朝を、攻め、ハリハラとブッカは、その際に捕虜となり、デリーへと連行された。彼ら二人は、 デリーに連行され、イスラーム教に改修して、トゥグルク朝の君主ムハンマドビン・トゥグルクに仕えたとされる。当時、ムハンマドビン・トゥグルクは、ハリハラトブッカを南インドのカルナータカ地方に派遣して、その統治に当たらせていたが、1334年に、タミル地方で、マドライスル・ターン・アサが独立すると、彼ら二人もまた独立の野望を持つようになっていた。百三十六年、 ハリハラトブッカは、トゥグルク朝に対して、独立を戦し、ハリハラは王位を戦し、首都ビジャイアナガルの建設に取り組んだ。その王朝は彼ら二人の父サンガマの名をとって、サンガマーサと呼ばれることとなった。それと同時に、ハリハラトブッカは、イスラーム教からヒンドゥー教に改修し、カーストに再加入こととしたが、これは、独立するよりも、難しいことであったとされる。 なぜなら二人はイスラームに回収したことでアウトカーストになってしまい、当時の放棄に乗っ取ればカースト再加入は不可能であった。しかし、この地方のヒンドゥーの宗教指導者ビディアアラニアは、ハリハラとブッカのカースト再加入を認めたばかりか、ハリハラがこの地方の神ビルーパーク社の代理であるとした。したがって、神の認めたものを問題にすることはできないとして、すべての禁忌を取り除いた。 こうして、ハリハラは人々に、その統治を認められるわけだが、これと同時にこの王朝は、宗教と深い結びつきになり、宗教指導者の関心を買うために寺院に、多額の寄付をすることが、彼とそれ以降の王の慣習となった。とはいえ、ビジャヤナガル王国の成立は、ヒンドゥーの復興を表したとされるものの、王家の保護は主に古い寺院を飾ったり、新しい寺院を建築したりすることに向けられ、 反ムスリムの立場に立ったわけではなかった。1342年、ホイサラアサの王バンラーラ三世が、マドラ王国との戦いで命を落とすと、ビジャヤ・ナガル王国はその領土に侵攻し、1346年にホイサラアサを滅ぼして、王国の半島を広げた。それから間もなく、1347年に、デカンにバフマニー朝が建国されると、この王朝は、 ビジャヤナガル王国の北方における最たる敵となった。また、アンドラ地方には、レッティ王国も存在し、タミル地方には、マドライスルターン朝といった敵に囲まれていたため、さらなる富の確保が必要となった。国庫収入の増大はもはや必要事項であり、森林は伐採され、開拓民が入植し、大規模な貯水池やダムが建設され、 既存の基礎制度と調税機構が有効に使用された。増大した収入により、軍備拡張が進められ、トルコ人の傭兵を積極的に登用して、騎兵軍が強化されるとともに、風神からの召集軍に関しては、厳しい監査がなされた。1356年、ハリハラ一世は死亡したが、息子がいなかったため、弟の仏家が仏家一世としてその後を継いだ。 ありがとうございます。